ガレアス船は、交易用の大型ガレーから発達し、軍用転換され、小船とガレー船の中間的な性格を持つ金星に用いられた船。16世紀スペインのガレアス船。無敵艦隊の図の一部より、水マストもスクエアセールなのが珍しい。ガレアス船は、通常のガレー船より格段に大きく、ラティンセールを備えた3本のマストと全部と後部に、 呂角を持つ特徴ある作りになっており、32本を超える多数のオール一つ一つに、小切手が5人程度配置された。また、ベネツィアでのガレー戦競争で、通常のガレー戦に勝てる、要、商用、ガレアスは高速度が出るようにも設計されたが、軍艦として改造、もしくは新たに建造された船は、その重装備から鈍重で、海上での遭遇戦には向かず。 密集艦隊戦での浮き放題的な使用が前提となった。焦げ操船としては還元が高く、潜伏も幅広いのでずんぐりした船型をしている。昇格もしくは突撃戦士も有するが、運動性の低いガレアスには無用の長物であった。小木手の頭上には砲列甲板があり、通常のガレー船よりも多くの大砲が積める。微砲数は、 大体13から16問前後とが冷戦の2から3倍近くあるが、後に、投球制が導入されたホブネと比較すると、投球外のスループ程度に過ぎず、多いとは決して言えない。法の多くは、選手浪に配置され、原則に向いているのは片言に3から4問程度。他に旋回法が20問前後ある。17世紀以降は昇格を廃止、微法原則配置に改善して、 門数を増加させたが、それでも後藤フリゲートに被験するレベルの砲撃力が限界であった。レパントの海戦においては、ベネツィアが急遽改造した六隻のガレアス戦が、キリスト教連合軍に用いられ、艦隊の浮き放題として、戦いに大いに貢献した。しかし、一隻あたりの建造コストの高さから量産が難しいのに加え、維持運用費も高かった。 戦闘で急速に発展した反送軍艦の原則法列に捉えられると、ほとんどのガレアス船が無力化し、重火砲の攻撃にさらされるだけとなってしまった。その後、ガレアス船は主力軍艦としての役割を失い、ガレオン船や戦列艦といった大型帆船にとって変わられた。構造から外洋航行に向かず、また多数の漕ぎ手を必要とするが、 ゆえの航続距離の短さから大航海時代を迎え地球を半周する長距離航海が当たり前になった時代の崇勢に向かなかったのが衰退の原因である。しかし、ベネツィアやオスマン帝国では海軍の象徴として17世紀後半以降も少数が使われ続けた。ありがとうございます。